どうもリップマンです。この日も前回に引き続きインターンシップで大阪にやってきました前回は朝早くからの開始でしたが今回はお昼からだったので時間に余裕を持って行動できました大阪に着くとまず腹ごしらえ店内で食える店を探していたのですが どこも人が多く迷路のような駅で迷うのも嫌だったので近くの弁当屋でお弁当を買いました今回はピリ辛チキン弁当を食べましたとっても美味しかったですいやーお酒がね飲みたくなりますよ今の僕は広場で一人飯を食べているのですが周りには誰もいません大勢の通行人が行き交うのを尻目にぼっち飯なんだか寂しいです さて、飯を食べたのでね、会場に向かいます。インターン終わりました。なんとですね、この後前回のね、インターンで知り合った A 君とね、お食事をすることが決まりました。えー、そんなこんなでね、待ち合わせの大阪駅に向かっていたのですが、なんとここで事件が起きてしまいます。いきなりね、じいさんに声かけられてね、道案内のついでに金の建て替えせびられました。まあ、詳細のちほどね、 っ何もたつかえてもらえないとおくれで帰っとおい,いとってくださいすぐ送るからちなみにおいくらいるんですか2 3 0円でたいておくで送りますから、ね、2>, 2 3 0円ちょ,ちょっと僕もそんな二三千円あるでしょ3 0 0円ですか二千円か2 0 0円でたついちょっと帰っとおいてください送るから心配されんでも余分に楽天ラーメン生活やろうからちょっとこれに帰っとおいてもう電話番帰っておいてあとから聞くからもう電車の中でもう間に合わないんで。 ててて替えるっっううけどどうやって送るんですすか,から聞きます送ってもいいし、振り込んでもいいし、学生さんがいい方で、明日の朝一番いや、宿泊でも自宅でも送ってもいいし、振り込んでもいいし、講座に、ちょっとあとから聞きますんで、電車の中で詳しくあの、振り込みやったら番号間違えても悪いんで、そういうこと、ちょっと書いといください。ら、もう電話番号だけ、あとから。紆余、曲折ありながらもね、A 君と合流して、カフェで食事をしました。 <laughs> もう許せねえみたいなわかるやんうんもう話合わへんし、ねまあみんなでもあれじゃない私立やったら結構陽気は多いでしょ同級みたいな、うん、なんか9時頃になったら「まだ電話するわ」とかねあのじいさん言ってたけど多分してこないだろうねうんこれ騙されたってこと マジ、ありえねえよ、本当に。ただでさえね、今ね、お金ないんですよ。財布なんかにね、まあ親から一応これだけ持っときって言われてる1万円と3000円だけ。で、今日飯で2000円使ってジジーにね、1000円渡しちゃってから、財布なんか親から借りてる1万円しかないよ。マジ、ふざけんなよ、もう。金ねえのにジジーに1000円取られたよ、本当に。もう最悪だわ、マジで。 これがね、あれだわ。社会経験のなさだわ。マジで。うん。う最低な気分です、もう。やっぱ俺ってさ、優しすぎんのかな。うん。ちょっと優しすぎるよね、やっぱり俺。普通の人間だったら無視したりね。あの、強引に追い返すところをね。わけのわからんさ。今よく、今考えたらさ、全くわけのわからん作り話なわけじゃないですか。マジでもう人間不死になりそう。 も誰も信用できないわ <laughs>。はい、えー、ということでね、えー、金騙されました。マジでいい加減にしろよ。うん、まあ、ちょっと経緯話しますとね、まあ私ね、もうインターンが終わって、まあ例の、まあ A 君とね、待ち合わせするために帰ってたんですよ。あのね、あ、疲れたなーって。で、まあ、 大阪駅の近くの、まあ、広場に、まあ、差し掛かったあたりで、急にね、こう背中トントントンって叩かれて、え、何やろうと思ったら、あの、すいません、すいません、あの学生さんね、あの、インターンの帰りか何かですかって、いきなり言われて、え、え何みたいな。 は,はい、そうですけど、つって答えてね。あ、あの、学生さんね、もしかしてね、あの、あのね、梅田のあれ、スカイビルっちゅうんでしょあ、あっこから帰ってきましたあっこ、あっこから帰ってきましたって聞かれてえ、はい、そうなんですけど。あ、ちょっとお伺いしたいんですけどね、あそこの近くにピザありますかって言われて、いきなり言われてね、何の、何の,何の話しとんねん、おっさんみたいな。<laughs> あ、いや、ちょっとわかんないですけど、僕ちょっと、あの、心の人間違うんで、ちょっとわかんないんですけど、あ、そうですか、私もね、ちょっと、あのね、まあ、兵庫のね、明石ってとこからね、ここ来たばっかりで、全然わかんないですけどね、あの、ちょっとね、私のね、こう待ち合わせ相手が、そ、そこのピ,ピザ屋に行ってて、で、その人がね、携帯と、あと、財布を持って,てちょ、あの、私今何もない手ぶらなもんですから、ちょっと困ってるんですよ。あの、学生さんちょっと、ピザ屋どこかちょっと見てもらっていいですかっていう、いきなり言われてね。 ええと、もうちょっと急展開してきやるっつって、ピザ屋ですかっつって。え、そのピザ屋って名前なんて言うんですかって言われて。いや、実はもう私もね、そんなわかんないんですよ。と、と、にかくね、あの、梅田のね、学生さんあの梅田のね、スカイビルってとこが来られたでしょ。あそこの近くにピザ屋があるから、ちょっとそこに行っててね、ちょっと、その人がね、つっほんの同じ説明何回もすんの。わかりましたわかりましたっつって、ちょっと、と、とにかくピザ屋調べてみますわ、つって。うん。 ちょっと調べようとしたら、あ、ちょっといいですかちょっとついてきてくださいって言って、おっさん。あの、なんかね、その広場のね、隅っこの、あのー、人っ気が少ない場所に連れて行かれて、もうこの時点でちょっと怪しむべきやったね。うん。あの、あれがね、あれ、梅田のビルでしょつって、こう、指さしていろいろ、ね、おっさん、俺の、俺より知ってるっていう,こう。で、あそこがなんとかホテルとかいうところですよねつって、ちょっと学生さん調べてくださいって言われてね。調べて、うーん、つって。 うんまあ、あそこピザ屋なんですかねつって、え、ちなみに、あの、なんでお金持ってないんですかなんです、え、本当に一銭もないんですかって聞いたら。 いや本当に持ってないんですよ。その人にもう再イとね、携帯預けちゃったもんで、もう私何もできないんですよ。つって。うん。で、次にジジイがね。あの、実は私ね、次も、もうい急いでね、次、あの、京都に向かわないといけないんですよ。京都にちょっと向か、用事があって向かわないといけないんで、本当どうしようか迷ってるんですよ。つって。ちょっと待ち合わせ厳しいんですかつって。いや、だからね、私携帯電話持ってないから、その、そのね、待ち合わせの相手とちょっと、あの、あの、かあのやり取りできる術がないんですよ。つって。 うん。いや、それ困りましたね、みたいな。そ、そんな話をね、まあ、4、5分し、続けてたらね、あの、急にじじいがね、あの、次の作戦に移行したの。あの、学生さんね、ちょっと本当に私急いでるんで、あの、3000円か2000円ちょっと、た、戦えてくれませんかって聞いてきて、ええー、みたいな。はみたいな。<laughs> え、3000円も戦かなあかんのみたいな。 ちょっと、僕もね、お金ないんですけどって聞いたら、グリグリいや、本当に、3年立て替えてください。まあ、後でね、電話しますから、これ、つって、あの、おもむろに、こう、背負ってたリュックから、あの <laughs>、ボールペンとメモ用紙取ってきて、ここにね、あの、あの、携帯電話か、携帯電話とお名前書いておいてください。まあ、後でね、もう電、電話して、こいつ電話して、ね、銀行でも何でもいいんで建て替えますから、って言われて、<laughs> もう圧倒的だよね、もう。もう俺に、 俺に休む暇もなくね、こう、う次々とね、要求してくるわけよ。えそのちなみにその待ち合わせてた相手どうなったんとかね、思ってたけど、もうその、圧倒されてね、私、まあ陰キャなんで、えー、っつって。最初はね、その時期、まあ、3000円、もう3 0円、3 0円でもなかったら2000円って言ったんだけど、もう俺がちょっと本当に面倒くさかったから、本当買えないんですよ、つって。じゃあ1000円、もう1000円、千円ぐらいあるでしょ、1000円。まあ、後で戦えますから、って言って。 マジで金ないんだけど、もう、もう後で建て替えるんだったら、まあ、うん、まあ、ね、まあ、千円貸しますわ、つって千円貸してね、あ、じゃあ学生さん、はい、ここに、この名前と、あの、電話番号書いてください。つって、うぜえなーって、ね、名前と電話番号書いてね、あの、メモ用紙渡しました。 そしてね、1000円も一緒に渡してね。そしたらね、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。言ってね、もうそそくさとね、こう地下の方に消えていったの、そのじいさん。はぁー。やられたと思ったね。まあそもそもね、いくつかおかしい点がね、あったんですよ。あのー、ね、そもそも話して携帯とさ、まず電話、あの、財布預けるありえないでしょう。なんで自分用の財布は、財布がないのね。 そもそも待ち合わせ相手って誰だよちなみに俺聞いたんだよ。待ち合わせ相手誰って。うん、でも、<laughs> でもそしたら、そのそ、待ち合わせ相手誰って聞いたら、いやその相手がね、携帯電話とサイ持ってて、私何にも今ないんですよつって絶対返してくるのね、うん。で、あとね、いくつか怪しい点があってね、あの、俺にやたらさ、あの、まあ、最終目的金借りることなのに、なんでね、あの、地図でね、その、俺に調べさせようとしたのか。 まそ、ちょっとそこがね、謎なんだよね。うん。まあ、俺はね、動画で撮ったからいいけど、なんかそういう、なんていうの、記録されるのを封じたとか、まあ、そういう、なんか狙いがあったのかな、わからんけど、まやたらね、場所調べて、調べて、調べてって言ったの。うん。で、まあ、あとね、あの、ちょっとね、ありえないんだけどさ、俺、普通に気づくべきだったんだけど、なんか、建て替えるって話した時に、後から電車内で電話しますって、ちょっと、ちょろっと言ったの、そのじじ。普通に考えてさ、 できるわけねえだろお前、携帯ないんだろなあ。まあ、騙された俺もさ、あの、アホみたいだけどさ、バカみたいだけどさ、おジジイもさ、下手な嘘ついてんじゃねえぞ、この野郎。な俺の1000円返せよ、お前。あのー、ね、あの、帰る途中話したけどね、俺、本当に今金ないんだよ。あの、そのじ、あのね、ジジイに1000円渡してから、まあ、あの、財布の中、まあ、全財産合わせてね、多分、2000円もないと思うんだよ。本当にいい加げにしろよ、ジジイ、本当に。 あまあでも今回ね教訓になったよえちなみにねその A 君と待ち合わせてそういう話したらもう速攻でそれ100%詐欺やでって言われたということで俺詐欺られたわもうほんといいか減にしろマジでやられたと,と,と,と当時はねそのあんまり気にしなかったんだけどさ帰ってる途中さすげえイライラしてさてか詐欺が出てその A 君に言われたあたりからすっげえイライラしてさあの何がムカつくって別お金渡しただけじゃなくて俺自分の個人情報も渡してしまったんだよ 本名と、まあ、名字だけやけど、携帯の電話番号。それをなんかさ、悪用されてたら嫌やしね、マジで。っていうわけにしろよ、クソじじイああ、あのね、中にはただが1000円だとか思う人いると思うけどね、俺にとっての1000円はね、重いんですよ。今の俺の状態の1000円は、まあ、10万円ぐらいの価値だから。まあ、皆さんも気をつけてください。あの、なんかね、まあ、こうやってね、あの、 勢いに乗らされてね、あの、うっかり払っちゃったって人もいると思うけど、あの、どうするべきかって言ったら、あの、お金貸してくださいって言ってさ、あの、要は電車、電車賃がないから金貸してって言,あ言われたらね、あの、駅にね、あの、言えば借りれ、借りれるんだよね、確か。あの、後で返して。なんでね、まあ、まあね、心の準備ができてない俺みたいなね、まあ、特に一人者の陰キャ、おそらく狙われやすいと思う。うん。そうな、そういう時の場合にね、あの、まあ、シミュレーションよくしといてくれ。 うん。で、近くに警察がいたらもうその人をね、に預け、その警察にも預けちゃっていいと思うから。うん。まあ、そんな感じでね、あの、弱者男性の諸君、まあ一人で歩いてたらね、そういう頭のね、まあちょっとずる賢いじじに狙われるかもしれないけど、気をつけてくれ。